ギガ。キス跡体験版。それはこっちが聞きたいわ。
この部屋のこのスペースは箱根先輩が使ってたはずだけど。言われた通りに来て、なんでつくよが悲鳴あげるような真似してるのよ、いやらしい。あっさちゃん、つくよはちょっと待ってて。まずは彼のことをはっきりさせておかないと。はっきりも何も、言ってる通りじゃないのかな。まどか先輩、いたんですか？いたんですかとは失礼な。僕は君たちの誰よりも早くからここにいたというのに。まったく、また泊まり込んでたんですか？エンコードが途中で止まったら大変だからね。寝ずの番をしてたのさ。名前は？浅間くんの言ってることは概ね正しい。あずさくんも少し落ち着いた方がいいよ。正しいってどういう意味ですか？君らが学科の共同課題やら何やらでしばらく来ていなかった間に、箱根くんは卒業制作を完成させて引き払ったよ。用のない学生に与えておくわけにもいかないしね。君らに何も言えなかったのは本人も気にしてたけど、片付けてしまわなければならなかったのさ。だから綺麗になってたんだ。そうだね。それに浅間くんは別に何もしてない。ただつくよくんの作業を邪魔しないように見てただけさ。じゃあどうしてつくよが悲鳴を上げてたのよ。ね、それはその、私がびっくりしちゃって、いつの間にか知らない人が見てたから。それに違うだろう、つくよくん。びっくりしたというよりも、くしゃみをして鼻水が垂れそうなところを見られたから変な声を上げたんじゃないか。そんなこともないよ。つまり私の早とちりだったか。あずさちゃん、早とちりしたことは謝るわ。ごめんなさい。だけど、やっぱり納得できない。そりゃ、今まで女の子だけだったことに、急に男がふらっと来ればね。それでも、作業場のスペースは、男女を分けたり、そのあたりは配慮されてたはずだけど。年度末制作の時期だし、他が埋まってたんじゃないかな。だろうね。かといって他のとこの誰かに無理言って作業場を変わってもらうのも相手に悪いし。ああ、おかえり、誠。少し休んだらでいいから入ってくれる？アリサが来ないと私は引っ込めないんだから、急がなくてもいいわ。
なんだ、京子さん休憩入っちゃうの？朝から立ちっぱなしだもの。少しくらい休ませてちょうだい。それにコーヒーだけでそう粘られてもね。すいません、ブレンドのおかわりください。うん、ブレンドね。少し待ってて。まあな、つっても教授のお使いの帰りだぜ。ちょっとくらい休憩してもいいだろう。お疲れ様です、誠さん。誠も降りてきたし、アリサも着替えて入っちゃって。わかりました。お疲れ様です、京子さん。夕飯時には戻ってくるけどね。それじゃ、二人ともよろしく。いいよな、誠は。美人のおばさんと可愛い鳩子がいて羨ましいな。そういう問題じゃなくて、やってるさ。卒業後の進路もきちんと考えてるから、心配なんてしなくていいんだぜ。そりゃないな。女の子多いから残りたいってのはあるけど。あ、そういうこともある。んじゃ、そろそろ行くわ。やっぱり立地ですかね。まあ、ご飯は美味しいからいいんですけど。
はーい、今日もお疲れ様。お疲れ様でした。今用意してるから、誠もなんか一品作んなさい。何使っていいかはわかるわね。誠さん、私も手伝います。いいんですか？甘えておけば。誠の精一杯の解消なんだし。育ち盛りを食べなさい。この程度飲んだうちに入らないわよ。の話って何の話ですか？私のいない間に何してたの？ああ、作業部屋許可が出たから様子見に行ったんですよね。どんなところだったのかなと思って。そういえばそんなこと言ってたわね。どうだった？それはつまり、仕方ないことがいろいろあれど、誠が不審者臭かったのが問題ね。女の子の後ろに黙って突っ立ってた上に、悲鳴まで上げられたんでしょ？警戒されて当然じゃない。他のことはあの学園なら仕方ないと思います。確かにね、ほとんど女の子だし、男が誠一人なのは仕方ない。だからこそ対応に気をつけるべきだったんじゃなかったの？大丈夫です。誠さんは優しいですから、きちんと話せば分かってくれます。そうね、それで問題を起こされたり成績が悪くなったりすると、私が兄さんに合わせる顔もなくなるし。私の真似しないでください。それじゃそろそろ片付けしましょうか。それも手伝いますよ。学園終わってすぐこっち来たんでしょ？宿題とかやる時間なくなるわよ。大丈夫ですよ。明日はお仕事もお休みですし。そうだね、あんま若い子を遅くまで働かせるのもいけないし。何言ってるの、家の手伝いは別でしょ。そうね、もう遅いし。大丈夫ですよ。それに京子さんの片付け大変じゃないですか。いいのいいの、二人が来る前はずっと一人でやってたんだし。それに
誠がきちんと男の子してる方が大事でしょ。男の子ですか？変な意味じゃなくて、女の子をきちんと気遣ってるって意味でね。そうよね、誠。大変よろしい。というわけで、微妙に頼りにならない番犬だけど、連れて行ってちゃちゃっと帰っちゃいなさい。アリサが着替えてる間、マコトがフロアのモップかけてみて。わかりました。着替えてきます。冬でも痛くないですから。機嫌がいいのは冬だからだけじゃありませんよ。仕事には慣れてきましたよ。
今のよりスカート短かったじゃないですか。誠さんも変態、それに物好きです。ああいう服はもっと小柄で可愛い子が着るから似合うんです。私みたいな細長いのは似合いません。それはダメです。そんな理由で諦めちゃよくないですよ。それに誠さんがどんなものを作るのか楽しみにしてますから。そうですか。私誠さんの作る置物とか好きですよ。そんなことありませんよ。大事に飾ってます。嘘じゃありません。見ていきますか。親戚縁者なら大丈夫って聞きましたよ。知らない人が後ろに立ってるんだもん。
にしなくていいから。いろいろ持ってたし、工芸家なんだよね。私、絵しか描けないから、だから工芸とかそういうの見るの好きだよ。あずさちゃん、横で見られてると集中できないって怒るから、あんまり見せてくれないかな。それで年度末制作は何作ってるの？あ、すごい。箱根とかも持ってるね。いいなぁ。そんなの作れちゃうんだ。何か変なことしてないでしょうね。あ、あずさちゃん。してないしてない。つくよくんがあさなくんをナンパしてただけだよ。してないしてないよ。何言ってるの、まどか先輩。ねえ、あさなくん。まどか先輩の冗談だっていうのもわかるわね。変なことしたら問答無用よ。もう喧嘩しちゃダメだよ。とりあえず寒いし、みんな早く入ったら。うん、そうだね。浅間くんも行こう。僕が気づくまで見放題だったのに、律儀だね。これウサギ？うんうん、立体パズルだね。組み合わせ方で形を変えられるけど、ジョイント部分は。なるほど。ここが干渉するから、この形だとはまらないと思うの？
そっちの木の人形も浅間くんが作ったの？本当？わあ、すげすげ。かわいい顔してる。うん、きちんと作ってあるね。僕も感心してしまうよ。できると実際に丁寧に仕上げるのは別の問題だけどね。ガオー。あ、こうやって置くと怪獣みたいじゃない？あれ、カエルってこうだっけ？うん、見える見える。あー、かわいいな。うん。今回はもうちょっときっちり変形するものを作ってみようと。なるほど。というか、これは年度末制作にしてもいいんじゃないかい？それちょうだいと言えばくれるのかい？な、新作まで？すごく欲しい。あ、だけどただってわけにはいかないよね。だけどお金も。私の描いた絵と交換とかどうかな？つくよ。だからそう簡単に絵で何とかしようとするんじゃないって言ってるでしょ。だって可愛いんだよ。理由になってない。なんと、欲がない。それはつくよが言うセリフじゃないの？まあ、欲深いつくよくんというのは見たくないけどね。それに、浅間くんも自分の制作があるでしょ？まあ、とりあえずこっちの図面だね。ここは専門外だけど、ここはこうできないかな。あずさくん、木工用で使える硬い木ってなんだっけ？赤菓子ですかね。だけど硬すぎて削ったりするのも大変ですよ。これに悪気があったらとんだ悪女だね。
また何か怒られてる気がするマス。おさまくんも甘やかさなくていいのに。じゃあこの木で。だけど本当にいいの？待つ待つ、おとなしく待つよ。つくよ、自分の作業はいいの？あといつまでも邪魔しないの。他の人の制作物による刺激を受けてインスピレーションを湧き立たせるために必要な準備です。翻訳すると、気が乗らないので気分転換したいってことだね。うん、この子は結構こういうことが多いから、逃げるのは今のうちだよ。ほら、大丈夫だってさ。本当にしょうがないんだから。見てるだけで邪魔はしないよ。じゃ、コーヒーでも入れようか。飲むかい？まどか先輩は自分の作業はいいんですか？うん、今エンコード中だから暇なんだよね。やりづらい処分なんだから。それでいつも余裕がなくてうなってるじゃないか。正直この適当さは見習っていいと思うよ。余裕ってどんな感じなんですか？
れとかすっごい可愛いよね。洗礼だよ洗礼。こんな学園なんだ。横で並んで作業する相手がどんなもの、どの程度作るのか気になるだろ。なるほど、確かに綺麗ね。だよね、私それがお気に入り。木目が目みたいになってて可愛いよね。そういう綺麗じゃなくて、本当に丁寧に作ってるのね。そういえば動物が多いけど、なんで？好きなのかな？おほう、なんとな。ここどうやって内側を削ったの？あ、本当だ。言われるまで気づかなかった。このままでカズサちゃんが浅野くんに取られるのでは。なんでそうなるの？だってものづくりの相談し合えるのって浅野くんとカズサちゃんだけだよね。ちゃんと浅間くんが仲良くできていいものができるならそれは素敵だと思うの。あのね、つくよ、相談相手がいるのはいいことだよ。うん、そうね。お互い得るものもありそうだけどね。あずさくんは物知りだし、浅間くんは作業綺麗だ。しかし困ったことがあったら助けてくれるのかい？無理難題とかどうでもいい手伝いとか押し付けちゃダメですよ。なんで月夜が目をそらすのよ。ごめんなさい。重いものを運んだり買ってきたりするとき手伝ってもらえたらいいなって思ってました。あー、僕はまだそこまで考えてなかったんだけどな。なるほどな、男手があると助かるな。だけどそういうのもダメなのかな。女の子に見返りを求めるだなんて、何がお望みか。よかった、私絵を描く以外何もできないから無理なこと言われたらどうしようかと思ったよ。角が立たないようにまとめるね。いざとなったら荷物持ちを頼んだりできるのもありがたいね。相手の事情もあるでしょ。いやいや、俺はきちんとするよ。可愛い僕とデートできるんだなんて方便でごまかすつもりはありませんよね。浅間くんもきちんと断らないとダメよ。くっ、デートでダメならどうすれば。しかしそれはまだ早いんじゃないかな。まあいい、とりあえず
この部屋のものも用意したりするし、そういう手伝いならあずさくんもとやかく言えない。もうそういうみんなでやってたことなら。というわけで携帯の番号を教えてくれるかな。随分と律儀な。なんだい、まさか彼女かな。お、風間くん、彼女さんいるの。はい、どなたですか。すみません、ここ2年の頭先輩がいると思うんですけど。あ、誠さん、どうしたんですか。電話つながらなかったんですけど。そうですか、いえ、そのくらいならよかったんですけど。外寒いし、閉めるか中に入るかしてほしいんだけど。寒いのは浅間くんもでしょ。休憩にするし、話をするくらいならいいわよ。買い物に行くんですけど、ちょっと荷物が多くなりそうなので手伝ってほしくて。忘れてたんですか。昨日の夜に言ってたじゃないですか。この後の態度次第です。私のためじゃなくても、これから仕事でたくさん作りますよね。端的に言って、彼女は君の嫁か何かか。嫁？あ、違います。何を言っているんですか。いや、とか洗い物とか、なんだか生活感あふれる感じというか、ねえ。まあ、彼女さんなのかなとは思いましたけど。違います。誠さんとは、いとこです。うん、さっき言ってた人だよね。ほら、浅間くんの作ったキーホルダーつけてるし。しかし、なぜいとこというのに言い淀むのか。あまり似てないけど。それで一緒に住んでるの。違います、お仕事先が一緒なんです。店長に誠さんに買い物を手伝ってもらいなさいって言われてたんです。ここで作業してて大丈夫なの。うん、仕方ないですから。え、ついていこうと思って。どうせ急いでやることもないし、コーヒー好きだしね。まどか先輩、いいの。スクヨくんも来ればいいじゃないか。別に今切羽詰まってるわけでもないし。なぜ目をそらす。
この子、一応課題の他に頼まれてる絵があるんですよ。だけど全然描けないって言って、まどか先輩とか浅間くんにちょっかいかけてたんですよ。乗らない時は仕方ない。よし、喫茶店でコーヒーをおごってあげよう。やったー、苦くないのでお願いしますね。ちょっと、つくよ。ふふふ、浅間くんの人となりを知るいい機会じゃないかね。彼がどんな人間か分かれば、これからここでの生活もやりやすくなるだろうし。まことさん？そういうわけじゃないんですけど。なんだろう、すごい初々しい、かわいいな。二人をほっとくと迷惑かけそうだからついていきます。大丈夫？あずさちゃんは自分の作業大丈夫？間に合うの？つくよに心配されなくても大丈夫よ。あずさちゃん、ねえ、まことさん、星見先輩ってあの星見さんですよね？うん、おかえり。まあ、買い物は明日でもよかったんだけど。お疲れ様。この子が制服を見たかったのよ。だけどすっごい可愛いね。アリサちゃんスタイルもいいし、かっこいいな。あ、ありがとうございます。しかし、マコトがアリサ以外の女の子を連れてくる日が来る。まあ、ちょうどいい。どうせならこのまま働いていくのよね。うん、まあいいでしょう。学園の課題もあるだろうしね。あ、うん、今仕込みって言ってたから何かなと思って。ああ、いくつかのメニューは誠に任せてるのよ。特に時期で変わるようなのとか。え、浅間くん、お菓子作れるの？あ、はい、おいしいんですよ。気になる。だけどケーキ、コーヒー頼んだ子はケーキセットの差額分でデザート出せるわよ。あずさちゃん、まどか先輩、そんなに食べて夕飯食べられるの？甘いものは別腹です。とりあえず着替えてきなさい。ちょうどいいから、今度の期間限定で出すやつの試作品とか出してみたよ。チョコのですか？あれなら美味しいと思いますよ。なら僕はそれで。大丈夫だよ、つくよくん、そんな目をしなくても分けてあげるから。じゃあ私もお願い。あずさちゃんも甘いの好きだもんね。我慢は良くないよね。モテモテじゃない。
さくん？僕は結構美味しいんだけど、どうしてそんな複雑な顔をしているのかな？いえ、すごく美味しいです。だけど、それがなんだか悔しいような罪悪感があるような。どういう意味？あ、甘いものは罪の味ってこと？な、最初は浅間くんを追い出そうとしていたし、なのにニコニコ笑ってこんなもの出されたらってことだろうね。ブラウニーにしたんですね。マコトは何か作らせると大抵うまく作るわね。おや、それは意外だね。代わりにアリサが飲み物は任せられるから、うん、二人揃えばもうこのお店は任せられるわ。大変なことになりますからね。あれ、これ手作りだけど浅間くんが作ったのとちょっと違うね。あ、それはアリサが作ったやつよね。せっかくだしこの子たちに店の小物も作ってもらったりしてるのよ。ゆうか、違いがわかるものなの？あ、はい。レリーフの彫り方の癖が浅間くんっぽくなかったから。あと、デザインのラインもかな？クールっていうか。マコトは、時々妙に可愛いの作るものね。アリサのキーホルダーとか。あ、今作ってる動物のパズルも可愛いんですよ。え？そんなの作ってるんですか？なるほど。こうして女の子にアプローチを。スクヨに対してはおもちゃをあげるお兄さんみたいにしか見えないけど、アリサもそうやって手なずけてる節はあるけど、どっちにしろ年齢次第では犯罪ね。そうだよ、浅間くんはお菓子も作れるんだからもっとすごいよ。スクヨ、しちゃったわね。うん、お茶もケーキも美味しかったし、ゆっくりしちゃったね。まったくだ。うん、学園からそんなに遠くないし、また来ようかな。駅とは方向が逆だからあんまり人が来ないのかしらね。あいつのことだ。どうせ京子さん目当てだろう。ゆっくりしたい時にあいつの顔を見たくないな。だけど喫茶店なのにこの時間から忙しくなるのね。あすちゃん、レストランだって。レストラン、お夕飯にしたいの？今日はダメよ。課題じゃなくて、宿題終わってないじゃない。二人はお隣さんだからね。偶然よ、偶然。だけど、あずさちゃんのおかげで助かってるよ。来るつもり？ああ、じゃあそういう時は誘うね。
ういう評価よ。だけど浅間くんとアリサちゃんも兄弟みたいだよね。つまりこっちの母子歴の方がやばいんだね。ねえ、私そんな年上に見える？さてと、それじゃあ僕は学園に帰ろうかな。え？作業の続きだけど。それじゃあ今日はごちそうさま。また明日かな。浅間くんはここにお世話になってるんだよね。夜は毎日お仕事？真面目な苦学生じゃないか。立派なものだね、あずさくん。何が言いたいんですか？僕がわざわざ言う必要はないんじゃないかな。じゃ、今日はここで。気をつけて帰るんだよ。はい、それじゃあおやすみなさい。僕に何かするのはより特殊な性的嗜好の持ち主だよね。そうですよ。まったく、あんまり夜遅くにフラフラしないでください。ああ、検討するよ。まったく、この人は。いや、さすがに危なくなったら何とかするよ。だけど僕たちはともかく店が閉まる頃のいい時間だろ。彼女は大丈夫なのかい？いいお兄ちゃんなんていいな。またそういうことを。これ以上仕事の邪魔をしても悪い。そろそろ行こう。そうね。それじゃ、またね。風呂上がりに誠も飲む？真面目ね。仕事終わりの一杯くらいいいじゃないの。ん？付き合いが悪い。まあそれはともかく座りなさい。誠が女の子を連れてくるだなんて一体何があったのかと。なるほど。で、あの中で誰が気になるの？あの、少しぼやっとした子か。髪編んだ、おいしそうにデザート食べてた子じゃないの？いつも思うけど、男は女に隠し事ができてると思う時点でおこがましいわ。むしろ誠こそ何を女に幻想を抱いてるのかしら。ああ、
魔女っていうのは昔から言われてるわね。しかし一度に3人もあんな可愛らしい子たちを連れてくるとは、てっきりアリサくらいしか女気がないと思ったのに。それは必要ならでしょ。だけどまさか会って何日かの女の子を家にまで連れ込むなんて。そこで手作りお菓子アピールとは、本当にあの兄さんの子供か疑いたくなるほどのテクだね。確かに同じ立場だったら嫌ね。まあ別にそれが悪いとは言ってないんだけど。そうね、さすがに誠を信用してないわけじゃないし、誰とも付き合うななんておかしなことを言うつもりはないわ。だけど節度はあるし、一応兄さんから預かってることもあるから、不義理をしていないかどうかくらいは監督しないとならないでしょ。二股。いいえ、ないわ。自分から二股をかけにはいかないけど、ほぼ同時に二人と付き合い出したり、あとは二人目に押し切られてなし崩しに肉体関係を持つことはあり得ると思う。こら、目をそらすな。あら、そうかしら。つまり、そこまでにならないならするかもしれない。ふーん、強がりくらいは言えるのね。おお、なるほど。つまり、子供というか、男ってそんなもんと言うべきか。男は面倒ね。まあ兄さんからはいい加減身を固めるまではいかなくても、相手くらい見つけておけって言われてるわね。誠以外で。ま、不義理をしない限り私は誠の味方よ。彼女を連れてくる日は外にいてあげようかしら。私がいないくらいで誠が何かできるとは思わないけど。なんて言ってたと、アリサに今度教えておこうかしら。素敵な甘い匂いがする。高梨先輩ですか。いや、僕じゃない。というか、あまり甘いものは持ち込んでないんだけど。私でもないわよ。
から。ケーキですと？歩いてるくらいの匂いだし、気にするほどでも。クッキー食べたい。これはダメだ。うちのお姫様のやる気がすっかり旅立ってしまった。世の中に不可抗力という言葉はあるけど、風間くんのお兄、理不尽だね。甘い匂いだけじゃなくてコーヒーまで一緒に。ねえ、あずさちゃん、おやつにしよう。そんなお小遣いないわよ。出す、私出すから。無駄遣いはダメよ。ほら、作業遅れてるんだから、学園の課題くらい終わらせないと。にぃ、とてなしい。また規模の小さな反発活動だね。ダメ、お腹が空いて力が出ないよ。お昼ちゃんと食べたのに。そして今は T シャツ姿の流浪の画家なのか、顔がパンのメルヘンヒーローなのか。今、ケーキをマンホール与えれば、絵の1枚くらい描いてくれそうだね。その絵をどうするつもりですか？僕がどうじゃなくて、そうやって釣ってきそうなディーラーや学生が出たらどうするつもりかと。浅間くんの手作り焼きたてケーキが目の前にあったら何でもするよ。ええ、情状酌量の余地があるけど有罪ね。うん、世の中は理不尽だね。ただしチョコの姫は甘やかさなくていい。いつものことだからほっといていいわ。なんと、私も困ります。というか、毎日ってなんで？そんなに繁盛するのか。なんと、お持ち帰りテスト？そんなわかりやすくおねだりしないの。みっともない。ちゃんとお金を払うつもりでした。ただ買ってきてくれたらとてもとてもとてもとっても幸せだなと思っただけです。というか、そういえばそんな時期だったね。うん、そしてチョコレートの匂いをさせているのが学園でも数の少ない貴重な男子だけというのが。何ですか？言いたいことがあったらはっきり言ってください。はい、チョコレート様は幸せになります。幸福は義務です。なるほど、もらう側か。いや、私があげたくらいだと思うけど。ただそれとは別に自分で買い込んでたかしら。
さんはまだいなかったのよね。え、これだけ女子がいるのに他にもらってないなんて、まさか。わかった、じゃあこうしよう。私にチョコレートをプレゼントしてバレンタインに参加しよう。うちのお姫様は残酷だね。え、あ、材料費とかですか？それともやっぱり何か違う形でお返しが必要かな。浅間くんは物分かりがいいから、それだけで済んで気が楽ね。気が進まないけど。代わりのおやつでも与えればいいんじゃないかな。モデュロールのケーキ食べたい。それに他のおやつを用意するのもまた別の問題か。お姫様が嬉しそうにおやつなんて食べてたら、あずさくんも食べたくなるからね。一緒に食べればいいよね。必要なおやつに付き合ってたら大変なことになるわよ。つくよくんに食べられた甘いものは異次元に消えるからね。まさに甘いものは別腹だよね。言いたいことがあるならはっきり言いなさいよ。言わなくても怒るわ。気をつけてるのよ。お？あずさちゃんと仲良くなってる男の子は珍しいね。うん、つくよくんはもう少しそのだね。よかったわよ。約1年以外、岡くんがまたサボりに来てて、ブラウニーを褒めちぎってたから、誠が作ったって教えておいたわ。これ以上メニュー増えると自分じゃ作れないわ。期間限定だって誠がいるからできてるんだし。卒業した後どうするかよね。別に行くあてがなかったらお店手伝いながら残ってもいいけど。アリサも来年どうするか悩んでたみたいだけど。本当にどうしようもなくなったら、二人ならうちで雇ってあげるわよ。住み込みの低賃金だけど。そう思ってるなら安心ね。最初から当てにされたら追い出すつもりだったし。とはいえ、今から調理師免許を取りに行くのも。美術学園行ってるはずなのに、私の前じゃ料理ばっかりしてるものね。
なんで誠がこんな日に俺と飯食ってるんだろうか。へえ、こんな日なんだしさ、こう俺じゃなくて誠の方はチョコレートもらったりはしゃいだりとかないの？放課後にデートだからな。すいません、通報は待ってください。大丈夫ですから、犯罪はしてませんから。デートって言ったけどそういうのじゃないですから。約束はしましたけど。そういう寂しいこと言うなよ。そうならないために結構前に頑張ってるんだから。いや、舌打ちしてますけどね、誠くん。君も美人のおばさんと可愛いハトコに囲まれてて十分ひどいからな。まあそうですけど、だけどこれからどうにかなるかなんてわからないんじゃない？まあ、京子さんはハードル高すぎる気がするけど。なんだかんだ言ってたけど、作業場の方もうまくいってるみたいだし、そっちの方はどうなんだよ。なんで首かしげてんだ？言っちゃなんだけど、あそこにいる子ってみんな可愛い子ばっかだよな。いや、高橋はなんか手を出したら犯罪っぽい気がする。その辺、俺は節度を守る男だ。何恐ろしいことをしろと。それ言ったら俺が貸した DVD とかアリサちゃんに横流しすっぞ。俺も言ってる途中で気づいた。で、高梨はともかく可愛い子に囲まれて好きなことに没頭できて何もない。トークできる男なのにな。人畜無害な男なんていません。男なんてみんなエロスに支配されて生きてるんです。取り繕ってどうすんだよ。それを理性と常識で我慢できるものは男だ。だし何も間違ってはいないね。もっとチョコレート感を感じたい。この子友達いないから。人見知りだからね。あずさちゃんは、
それは本当にバレンタイン用だったのかい？横でうなってるつくよが鬱陶しいから、私のおやつあげただけです。愛がない。こんな日にチョコレート持ってるなんて、誰かにもらったものに決まってるでしょ。そうだよ、まさかそんなものを横からたかるつもりかい？ごめんなさい、全然意識してませんでした。え、嘘。浅間くん普通にチョコレートもらってそうなのに、どうして？モディロールの店長さんや、この間来たハトコの彼女は？なんという身内感たっぷりのチョコレートなんだろうか。お兄さんも大変。可愛いハトコにチョコレートをもらってるところを見せつけてやろうとか思わないのかい？そうなると、なんでアサムくんはいい匂いがするんですか？それじゃあ、いただくよ。これは…美味しい。時々入ってるくるみがいいね。これもすっごい甘いけど。少しずつ食べたいな。もうお行儀悪いわよ。一日中甘いものが食べたかったから、つい甘いで。
クヨ君ほどの有名人になるといろいろあるからね。有名人とかそういうのじゃないってば。もしかして私トイって言われた？事実でしょ。何を？私だって。いただきます。男性へ愛を伝える習慣だろ。分かってるさ。だとしたら浅間くんは僕たち3人になんて無節操な男なんだと罵るところだけど、そうじゃないならいいんじゃないの。一般論を取り払っても女が3人も集まってこれでいいのかという疑問は湧かないかな。確かにこれは甘えすぎのような気も。この言葉はあまり好きじゃないのだけど、女子力の問題だからね。それで二人で何を悩んでいたのかな。相川さんを連れてくるのもいいんですけど、
ライベートの悩みだったらどうするつもりだったんですか？別にそれでも相談に乗っただけだけど。面白がるのはダメだよ。相手から選ぶさ。それで、相川さんの相談事って聞いていいことなの？洗濯ホース？なんで不思議そうな顔をしているの？つくよくも2年にかかる時にあっただろう。あの、それが、つくよの場合は絵画に進むことが特待生になる条件だったから。平面、立体、情報のどれかを自分で選ぶのよ。成績で勝手に決まると思ってました。まあ、単純に選ぶなら一番成績が良かったものか楽しかったものを選べばいいんだけどね。どれも絵を撮ってますね。おう、あずさちゃんみたいだ。私、CG はボロボロよ。一番興味があるのはどれかな？それが決められなくて困ってます。うん、その気持ちはよくわかるよ。なんだいその目は。ところがね、浅野くん、信じられないかもしれないけど、総合成績で言えば学年首位よ。サボったり断ったりしてるからね。大体学園で評価が高くても、実際にすでに外で評価を受けてつくよくんの横で何を言えというのか。私そういうの苦手だし、好きじゃないのにやってるんだよ。向こうは先生の覚えが良くなる。問題はないね。まあ、今度何かあったら、つくよくんのそばに行くよ。ほんと、絶対だよ。選ばれるのは当たり前、みたいなことを平気で言うんだから。と、今は僕たちよりも、浅野くんのはとこくんだよね。まあ何、すぐに決めなくてもいいんじゃないか？いや、決めかねてるのに無理やり決めることはないだろう。なあ、あずさくん。まあ、そうですね。きっかけがあれば別ですけど。きっかけ、ですか。ええ。私が結局立体を選んだのも、どうしようもない理由だったわ。だけど、きっかけにはなったし。そうだね。学校を選んじゃうと、どうしても他のは取りづらくなるから、他の科目って何やってるかわからないのよね。それならやっぱり僕らの出番か。情報でやることなら大体教えられるし、実演もできるよ。ここにある僕の私物の本のスペック高いよ。立体は浅間くんが教えられるからいいとして、平面は私何か教えられるかな。いや、僕とあずさくんで教えた方が早いだろう。つくよくんの真似は、そう、僕もできない。そうなんだね。そうなんですか。星見先輩の名前は私たちも聞きますけど。みんな慣れたらできるって。できるわけないでしょ。
こかで襲われるの大変ですね。ここに来ればいいんじゃない？いいんですか？だって使用許可もらってませんよ。手伝いとかいくらでも理由はつけられるし、実際手伝ってもらうこともあると思うし、僕はいいよ。そうね、悪いことする子じゃないと思うし。何当たり前のことを言ってるの？いいんですか？君が良ければ。それでは、お願いします。だけど、学園には何て言おうかしら。ん？僕の卒業制作の手伝いでいいんじゃないかな。実際ちょっと手助けも欲しかったし。それでいいかい？おお、これはもしかして。本来の目的は選択のためなんですから、当たり前じゃないですか。安定して信頼がないね。誠さん、ご迷惑じゃないですか？だって、ここは本当は私がいていい場所じゃなくて、誠さんが他の人といるところですし。それは。そうなの？だったら今までと一緒だね。そういう見方もできますけど。むしろ、急に自分だけ違うところに行ってほっといて、ひどい人もいたものね。そういえば聞いたことがあるな。フリースペースでお兄さんの横にずっといる妹さんの話を。それってもしかして。なんですかその噂。私のせいにしないでください。浅間くん、現実逃避してないで目の前を見なさい。だけどここならそんな噂は出なくなるし、いいんじゃない？そうですか。まあ、どんな様子だったのか僕たちはずっと見てることになるんだけど。またまどか先輩がよからぬことを考えてる顔をしてるわ。なんですか。別に子供じゃないんですから。いつも一緒じゃなくても大丈夫でしたよ。まあまあ、だったら僕といいことをしようじゃないか。なんですかその言い方。いかがわしい。何がいかがわしいのかな。新作キス跡、2014年1月31日発売です。